どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストでできる長射程対策となります。トラストの敵として一番厄介かつ倒さないといけない相手、長射程の対策について話していきたいと思います。トラストよりも射程のある武器は多くありませんが、抑えなければ一方的な試合を強いられます。そこで今回は長射程を相手にした時で話をしていきたいと思います。長射程の定義は試し撃ち上の射程 4.5 から最長を対象にしたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回の武器はこんな感じです。チャージャー種に加えスピナーも混ざっており、対面時においてとても厄介な武器が多いです。自分より上手い相手が来ると全く敵の防衛を崩せないくらい大変なので、対策を練っておく必要があります。味方との連携がとても重要かと思いますので、その点を中心にまとめていきたいと思います。まず長射程を相手にする前に把握しておきたいのがポジションを覚えるということです。ポジションを覚えるとなるとマップのここあたりかなとなりますが、それでは生きた情報ではないので視点を変えます。状況プラスポジションで考えを深めることです。ポジションといっても状況次第では変わりますからね。臨機応変が重要です。押さえておきたいのは初動、均衡状態、押さえの3つです。初動に関しては1人でも減ってしまうと不利になるので押さえておきたいところですね。特に弓だと近づかれると何もできません。初動は足場がないため、だいたい自陣より高台になることが多いです。ただし、こちらの高台に届く範囲にいることが多いので、スクスコ、4K スコがいるときは、後ろ目に下がりましょう。均衡状態は足場の塗りも整ってくるので、死角からの攻撃が来ることが増えます。初動の基本ポジションにいない場合は、移動している可能性や隠れていることが多いので、位置の確認を優先しましょう。いないと思って攻めていると、落とされて状況が悪化してしまうからです。均衡状態では、デスしないのが大事です。最後に抑えの時ですが、これは防衛と攻めどちらでも言えることですが、ちょっとした遮蔽物の周りにいることが多いです。少しでも隠れれば攻めることが可能ですし、敵からすると味方が前線を荒らしているので狙いやすいんですよね。いそうな場所に攻撃やポイズンなど焦らずしていきましょう。とにかく位置が分かるまでは隠れながら攻めるのがポイントです。ポジションについてはいかがでしたでしょうか。正直押さえておくだけでデスを抑えれますし、圧をかけれる場所も把握できます。敵の気持ちになって考えてみましょう。続いては射程の感覚を身につけるです。対策を覚える上では一番手っ取り早い対策だと思います。最初にポジションを覚えようと言いましたが、あくまで経験値だけの情報になるため、格上に舞うと負けるんですよね。経験値だと相手次第なのでランダム要素も強くなります。ここで大事なのが実際に試すということになります。開けやすい武器ほど使ってみるといいんですよね。まずしてもらいたいのは散歩で活用してみるということです。散歩であれば自由に攻撃できますからね。時間がなくてもここから攻撃届くなど最低限の確認ができるのでとても便利かと思います。ワンからマッチしていると長射程に遭遇しやすいマップもわかると思いますので、そこから試してみるといいかと思います。ですが一番いいのは実戦で武器を使ってみるということです。個人的にはリッターだけでも使っておくとトラストとしてはかなりいい練習になるかと思います。理由としてはトラストより射程があるのはスプスコ、4K スコだけだからです。他は最長射程を生かせば倒すことが可能です。ですがこの3つだけでは勝てないので、知識と経験でカバーしないといけません。その点を考えると縄張りだけでも使っておくことをお勧めします。射程に関しては以上となります。身につけるといっても方法はたくさんあります。ですが使用して経験するのが一番の練習です。続いては横から攻撃することを意識するです。これは長射程の視界から考えた意識となります。長射程の武器が得意なマップというのは縦に長く見晴らしのいいマップです。この理由というのは画面を動かさなくても多くの敵を把握できるからです。これによりチャージャーと睨み合いでも他の敵を管理できます。これが非常に大事な視点で、視界に入っている限りどう動こうが対策が可能になるというのが非常に強い部分です。
視界に入るだけで管理が可能なんですよね。しかも一角武器なら当てれれば即処理が可能です。このように視覚的に考えてみるとかなり長射程の相手は難しいんですよね。そこで大事なのが横から攻撃をする意識になるわけです。横からということは少なからず視界の外または見づらい場所です。これは味方の位置にもよりますが、横を広く取ることによって敵の注意をそらすことが可能です。うまくいけば味方が処理することができるかもしれません。このように一瞬でも隙を作ることができれば長射程の邪魔をすることが可能になります。ポジションだけでなく視覚外の横も意識してみましょう。では横から攻撃をすることを意識するについては以上となります。相手の視点を利用して動きを変えてみてください。続いてはメガホンで強制的に動かすです。これは今回紹介する中で一番対策としては簡単かもしれませんね。メガホンの攻撃は唯一安全圏からの攻撃方法となります。壁があろうがダメージ減衰もないので強いんですよね。倒せなくても敵を動かすことができれば味方が動きやすくなりますし、キル以外の貢献につながることもあります。これによって状況が変わったりしますのでとても貴重なんですよね。またルール関与の敵などメガホンを使えば相手の居場所の特定や一時的な邪魔をすることが可能です。長射程の対策といっても試合に勝つことが目的なのでルール関与中に邪魔されないのはとても大事なことです。そのため長射程がいるときは必ずと言っていいほどメガホンを貯めて備える必要があります。効率よく使えることで長射程に仕事をさせないことが重要なんですよね。足場の塗りなども行ってスペの温存をしていきましょう。メガホンで強制的に動かすは以上となります。ロックオンが難しいスペですが使いこなせば有利に動けるのがいいところです。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストでできる長射程対策はいかがでしたでしょうか。長射程対策といっても射程負けするのはリッターぐらいです。ですがマップによっては今回の武器は対面が辛くなります。純粋な武器パワーだけでなく相手の視覚など情報をうまく使っていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。